花見といえば席取りが重要になりますよね、はい、その予約を有料にというのがありました、はい、福岡市天神の天神中央公園で開催中の桜祭りで予約制の花見スペースが今年から有料になった。場所取りの混乱を避けようと導入したインターネット予約システムの運営費などに充てるためで、利用者は便利になったと歓迎する一方、反発の声も上がっている。繁華街に位置し約50本の桜が並ぶ同公園は花見の人気スポットとして知られる。でなんかもう予約の時に並ぶから、はい、ネットの予約システムにして、うん、で今回有料にしたと、はい、いうことなんですが、はい、これ500円なんですよね。全然金払えよって話じゃない。いやこれぐらい払えよって。そう、うん、500円ぐらい取って取れるんだったらそれでいいんじゃないの、うん、そうですよね。で簡単にできてね、うん、いや待つとか、うん、最悪で僕も、2年目、うん、入社2年目の、はい、春の花見、はい、うん、桜の下で場所取りやりましたよ、はい、あーずーっとその日一日いなきゃいけない。はいはいはい。こち亀でもありましたそれで、こち亀でなんか、うん、手法をこう新人に両津が教えてるんですけど、うん、もう最悪ゲロを吐けっていうそうしたら誰もやってこないからなるほど2年目のやつがやるのね、はい、1年目のやつは研修でいないから、はい、2年目のやつがやるっていうで、2年目の時にさ、はい、もう1日と当時携帯ないから、はい、すげえ暇なんだよね。でしょうね。ブルーシートかけて、うん、ずっといるだけ、うん、死にそうだったよ。非常に辛い。非常に辛いよ本当に。いやちゃんとしたとこなら、うん、もう席有料にしちゃえばいいんですよこんなの。そう、うん、有料の方が気持ちいいし楽だよね。そうですよ。いやそれでちゃんとあの金額によってランクを設けるべきですね。そう一番いいとこは、うん、1000円とか2000円とか。そういやむしろ1万円でもいいんじゃないですか。そう1万円のビジネスクラスみたいな感じで。そういや本当本当花見ビジネスクラス。いやマジ、うん、それで取れるんだったら出すよって人もいるし、うん、それを掃除とかね、うん、花見の後の、うん、結局コンロとか持ってくるやつかもいるし、ね、絶対ゴミ捨てるやつも出てくるんですか。ゴミ捨てるやつも出てくるから、うん、そういうのに使っていくようにね、すればいいんじゃないの、うん、と思うよね、うん、いや本当本当花見でビジネスクラスは変か、うん、いやビジネスかけにし確かに、ね、特等席ですよ。特等席だ。確かにいい場所ね取らなきゃいけないし、そうですね、うん、いや本当マジでこれは立ち見席立ち見ね末席とかね末席、はい、うん、いやでもいい、まあ別にお金取っていいと思いますけどね。そう、うん、まあこういう公共のところだから厳しいのかなそういうの、うん、いやでもやっぱ掃除とかやっぱ税金がかかっちゃうわけだから、うん、そこはやっぱできるだけそこで楽しんだ人がね、うん、ちょっとでも払っていくっていうのが一番いいんじゃないのと思うよね、うん、LCC 花火とか花から遠いところで遠いところで区画も狭いという、はい、そう風が当たって寒いとか転売とかいや本当に転売するやつがいるから困るんですよね。そう、はい、次、はい、パチンコ景品買取所で強盗にダミー札束と、はい、群馬県館林市のパチンコ店の景品買取所で男が刃物で、アルバイトの男性を脅し現金2万円を奪う事件があった男性は強盗対策で用意していた本物の紙幣と一番上と下だけのダミー札束を渡してこれ籠池さんみたいなもんですよ。そうね、籠池さんはちょっとあれ詳細に見せちゃったから紙束ってバレちゃいましたけど、パッとこう見せるだけなら分からなかったんでしょうね、うん、籠池スタイルでこのすごいね、これ、もうなんかシミュレーションしてたというか、うん、このダミー札束を普段から持ってたともう用意していたと、うん、いうことですね。パチンコ店の景品買取所って、うん、すごいグレーなこと書かれてますよね、はい、景品買取、うん、じゃあ現金ができちゃうっていう。一応、メモ帳のやつで、はい、表紙と裏が1万円札で、はい、中がメモ帳って、はい、あ、はいはい、前買ったんだよね、はい、籠池がやった時に、はい、封筒から出してやる遊びで買ったんだけど、はい、それ俺家の、引き出しに入れてたの、はい、で旅行する前に、うん、カメラとか、はい、バッテリーとか、うん、いろいろ持っていかなきゃいけないから、はい、ガーッと下がってる時に、うん、うわっつって自分でかかっちゃったっていう俺ここに金置いてると思ってしかも100万みたいな。そう自分がかかってドキッとした。実際びっくりしますよね。そうああいう紙束見るとそうびっくりする、うん、G バッグやってしまったというね本当に
すっかり忘れてたんだよね。いや大金っていうか、うん、10万見ただけでもたまにびっくりします、うん、あびっくりするびっくりするびっくりする。たまにいつもと違うところに、うんうん、なんかいや預ける予定のお金をいつもと違うところに置いてて、うんうん、あ分かる分かる。たまたま開いた時に、うん、えなんでこんな金あんだみたいな。あまあだって冬物のジャケットのポケットから1万円出てるだけで超テンション上がるから、ね、自分の金なんだけどね。いやでもなかなかそういうところに入れとかないですからね。そうそうそう普通なんかの時に割り勘だなんだかんだとかやって、うん、あはいはいはい、そうそうそう、あ出てきて、そうですね、テンション上がった。そういうところで金を見つけると、はいはい、意外と忘れてたりしますからね。忘れてる。そうポケットね、うん、ズボンのポケットとかもやっぱあるよね、うん、得した気分になるんですけど、うん、プラマイゼロですから、ね、そう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 。むしろ失われてたもんね。失われてたもの。取り戻したかなぐらい。取り戻しただけなんだけど、はい、うん、これでもすごいね、偽物対策をしてたという、うん、でも結構あるんじゃないですかこういうの冒頭ね、うん、パチンコ屋のところってやっぱやばいやつ来てるしね。やばいやつ、うん、目つきが悪いやつとか、うん、あのなんか負けた腹いせにトイレにすごい便の仕方してくとか聞きますよね。おお、はい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 、だから結構厳しいっていう、うん、はい、そうね、いや恐ろしいな。パチンコ、パチンコ屋は前の方並んでる、回転の前の方並んでるやつ結構やばいやついるから、ね、闇金牛島くんに出てきそうな、そうそうそう、ちょっとやべえやつが、そう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 、いるのもいる。まあちょっとパチンコ屋にもよるけどね、うん、うん、そう。いや僕パチンコ一回もやったことないので。あそっか、はい、なるほどね。今後もやることはないでしょうけど、はいはいはい、もうちょっとあることがきっかけで仲良くなっちゃって、はい、そのやばいおっさんと、うん、でオープンの大体、10分前ぐらいに行って、はい、と思ってたら、うん、結構いて、はい、もう後ろの方にいたんだけど、おいお前こっち来いっつって前に入れられちゃって、はい、すげえ恐縮なんだよね。すげえ怖いやつに声かけられてるし、はい、普通のやつが、うん、おいお前とか言って誰だよみたいな、そう誰だよで時もありました、うん、はい、そうです。いやなかなかパチンコっていうのはついていけない世界ですね、はい、はい、まあ今後もなるべく行かないようにしたいなと思います、はいはい、